イギリスルネサンス演劇、イギリスルネサンス演劇、イギリスルネサンス演劇、イングリッシュルネッサーアンステアトルとは、ルネサンス期のイングランド、特に宗教改革から1642年の劇場閉鎖までの間に書か,かれ、演劇作品のことである。一般にエリザベス朝演劇とも呼ばれるが、これは不正確な故障である。イギリスルネサンス演劇には、 ウィリアム・シェイクスピアをはじめとする多くの著名な劇作家の品が含まれる。イギリスルネサンス演劇はしばしばエリザベス朝演劇とも呼ばれる。厳密に言うならばこれはエリザベス一世の治世1558年から1603年にイギリスで執筆、上演された儀曲のみを指す。したがってエリザベス朝演劇は同じくイギリスルネサンス演劇に含まれる。 ジェームズ超演劇、ジェームズ一世の知性1603年から1625年の演劇作品や、チャールズ超演劇、チャールズ一世、知性1625年から1642年の演劇作品とは区別されるものである。しかし一般には、宗教改革から1642年の心境、都革命による劇場閉鎖までの間に、 イギリスで書かれた演劇作品全般を意味するようとして、つまり、ジェームズ朝演劇やチャールズ朝演劇をも含めて、エリザベス朝演劇の故障が、イギリスルネサンス演劇そのものと、同義的に用いられている。イギリスルネサンス演劇は、中世の演劇の伝統を受け継いで成立したもので、ある。その主な財源は、中世のイギリスや、その他のヨーロッパ諸国において、 宗教行事としての祝祭でも用された神秘劇である。神秘劇とは、聖書のテーマに基づいた伝説を複雑に解釈した民衆演劇であり、当初は、教会内で上演されていたが、宗教的祝祭の終演で発達してきた世俗的な祝い事の席でも演じられるようになったものである。その他の出所としては、神秘劇から発達した道徳劇やギリシア悲劇の再生を目論んだ。 大学劇、大学祭人らによって担われたなどがある。やがて17世紀に入り、コメディアデラルテや宮廷で演じられた、成功な仮面劇が、公設劇場の形成をする役割を果たすこととなった。貴族のお抱えとなり、季節ごとに各地を巡業する役者の一座ならば、エリザベス朝以前から、数多く存在していた。これらがやがて、エリザベス朝時代の演劇界を担うプロの劇団の、 石となったのである。元は、地元の役者たちによって演じられていた神秘劇や道徳劇が、次第にこうした巡業一座の役者によって行われるようになり、やがて1572年に発令された法律をもって、正式なパトロンのいない役者たちは、苦労者のレッテルを貼られて排除されることとなった。宮廷でも事情は同様で、仮面劇は、低身やアマチュアの役者が上演していた。 これは、初期エリザベスにおいてはごく普通のことであるが、やはり貴族をパトロンに持つプロの劇団が取って変わり、これらがエリザベス朝時代を通じて、数においても質においても大きく成長していったので、ある。ロンドン当局は、演劇の公共上演について、好ましく思っていなかったが、エリザベス一世の演劇趣味と数密院の支援によって演劇は保護されていた。 テムズ川付近の都市住民にとって交通の便のある郊外、とりわけサザックに劇場が次々と設立された。これらの劇場はロンドン当局の統制管理を受けることはなかった。というのも、こうした劇場での上演は女王の面前で頻繁に行われる午前公演のリハーサルに過ぎないという建前を劇団が保持していたためである。しかし実際のところ、 午前公演で手に入るのは名誉だけであり、専業の俳優たちが必要とする収入がもっぱら、公設劇場での公演によって得られるものであることは明らかである。職業俳優の経済状況の変遷に伴い、演劇そのものの性格も時代と共に変化していった。エリザベス一世の地下において演劇は社会的階級に関する限り統一された芸術であり、 宮廷人が感激する作品と一般市民が公設劇場において鑑賞する作品は同じものであった。しかし、施設の劇場が発展してくるにつれ演劇は上流階級の観客の思考や価値観に順応していくように言った。チャールズ一世の治世後期になると公設劇場のために新作が書かれることはほとんどなくなり、これらの劇場は 過去数十年間に集めた作品の再演で活動を維持してゆくしか方とがなくな、いた。規模も大きく工業的にも成功を収めた、公設劇場の相次ぐ設立こそ、イギリスルネサンス演劇に成功をもたらした決定的要因であった。この動きに宣鞭をつけたのは、合戦576年に、ショアディッチに設立したシアターザである。このシアターザに続いて、 1577年にはがすぐ近くに建設された。ローズ座、1587年設立、スワン座、1595年、クローブ座、1599年、ホーチュン座、1600年、1604年といった公設劇場がロンドンに次々と設立されるにつれ、演劇の流星は一時的な現象ではなく、確立された工場的なものとなっていった。 20世紀後半に発見されたローズ座とグローブ座の建築基盤に関する考古学的資料からロンドンの劇場はそれぞれ個性的な設計であったことが見て取れる。しかし劇場としての機能は共通していることから全体的には類似した間取りが必要となった。公設劇場は3階建てで中央の広間を取り囲むような形で建てられた。大抵は 全体的に丸みがかった多角形の設計で、レッドブル座と最初のフォーチュン座は四角形だったが、中央を見渡せるように内向きになった桟敷席が、ステージの方へ張り出すようにし3層に重なり、舞台は正面と両脇の3方向を客席が囲み、俳優の出入り口や、楽団員の座席としては、後方だけが使用された。 ステージ広報の桟敷席は、ロミオとジュリエットにおいてバルコニーして使用されたり、ジュリアス・シーザーにおいて役者が観客に向かって演説を行うための場所として用いられたりすることもあった。大抵は木材や木ずり、石膏などで作られ、屋根はかやぶきであったために、初期の劇場は火災に弱く、必要に応じて徐々に強い構造に改築されていった。 グローブ座も1613年6月に火災で焼失したヘンリー・パッセンを上演した際に劇中で鳴らした祝砲から失火した後ちわら屋根に変えられた。フォーチュン座も1621年12月に焼失し、レンガ作りで再建し、劇場の形も四角形から円形に再設計された。当時の劇場のもう一つの形態としては、1599年から。 長きにわたって使用されたが、代表例として挙げられる。ブラックフライヤーズ座はそれまでの劇場に比べて小さく、多くの劇場において、舞台自体は屋外であったのに対し、屋内劇場として設計されており、現代の劇場に近いものとなっている。これに続いて、1608年、1617年のような屋内型の施設劇場が設立されていった。老朽化して、 雨漏りのひどかったホワイトフライヤーズ座に代わって近所にが1629年に建設されたことにより、ロンドンの観客は6館の劇場を市内に持つこととなった。屋外、公設劇場が3館、グローブ座、フォーチュン座、レッドブル座残っているほか、小さな屋内、施設劇場が3館、ブラックフライヤーズ座、コックピット座、ソールズベリコート座存在したのである。 1630年代の観客は、これらの劇場において、半世紀にわたる演劇の活発な進歩を目の当たりにすることとなった。すでになきマーローやシェイクスピア、およびその同時代の劇作家の作品が、主に公設劇場において、未だ定期的に上演されており、新進作家の作品もまた、主に施設劇場において数多く前にのぼせられていたのである。 1580年頃の夏季、いずれも屋外劇場であったため、雨天時や陶器は公演が行われなかった、シアター座とカーテン座が満席になった時の集客数は合わせて5000人程度であった。当時はこの2館しか劇場が存在しなかったため、これはロンドン全体での集客数を意味する。新しい劇場の建設や新劇団の発足につれて、 首都全体での収容力は1610年の時点で1万人を上回るととなった。1580年、最下層の市民は、カーテン座やシアター座の入場券を1ペニーで購入することができた。1640年になっても、グローブ座やコックピット座、レッドブル座の入場券は同じ額面で入手できた。施設劇場の入場券は5倍から6倍は高額であった。 劇団はレパートリー制を採用していた。数ヶ月から数年にわたって同じ作品を上演する現代の劇団と異なり、当時の劇団が一つの儀曲を二日続けて舞台に載せることはほとんどなかった。トマス・ミドルトンのが1624年の8月に当局によって上演禁止となるまでの9日間連続で上演されたことがあるが、これは政治的な意図を持った。 風刺激だったためであり、極めて独特で前後に、例のない出来事であった。当時の上演活動については、1592年のローズ座におけるストレインジ教一座を代表例として挙げることができる。2月19日から6月23日にかけて、同一座は週に6日公演を行った。この間、休みは正金曜日を含めた3日だけである。 一座は23本の作品を上演し、いくつかの作品は一度しか演じられなかったが、最も人気のあった作品ザ・ファースト・パート・オブ・ヒエロにも、トマス・キットのが、原案は15回上演された。同じ作品を2日続けて上演したことは一度もなく、1週間の間に2回上演したことさえほとんどなかった。俳優たち、特にエドワード・アレンのような看板俳優には絶大な。 負担がかかったと考えられる。特筆すべき特徴は、当時の劇団は男性によってのみ構成されていたということである。チャールズ2世紀の時代まで女性の役は若い少年俳優が女装して演じていたのである。ロンドンの人口増加や住民の富の増大、また人々の見せ物趣味によって、多様性や特質や範囲のいずれにおいても際立った劇文学が生み出されていった。 エリザベス朝時代に書かれた演劇作品のほとんどは散逸してしまったが、それでも600作以上が現存している。これらの儀曲を書いた人物の多くは、さほど高くない身分から叩き上げで腕を磨いた作家であった女優が存在しなかったのと同様、女性の専業作家も存在しなかった。オックスフォード大学やケンブリッジ大学で、 高等教育を受けた者もいるが、多くの作家は無学であった。シェイクスピアは俳優でもあったことで知られているが、大多数の作家は演者ではなかったと見られている。また、1600年以降は作家にとって舞台に上がることは収入の助けにならなかったことが知られている。当時の劇作家の中には、今日の詩人や知識人のイメージとそぐわない者もいる。 クリストファー・マーローは、居酒屋での感情をめぐる口論から喧嘩になり、視察されたと推定されており、ベン・ジョンソンは決闘で一人の俳優を死に、いたらしめている。兵士であったと推測される劇作家もいる。劇作家は執筆している途中に少しずつ原稿料を受け取るのが通例で、完成して劇団に受理されてからは、その日の講演による収益から、 さらなる報酬が支払われた。しかし、劇作家には自分の書いた作品の知的財産権がなかった。劇曲が一旦劇団に売却されると、この劇曲は劇団の所有物となり、上演にあたっての配役や演出、改訂や出版などに関して作者は一切関与できなくなっていたのである。劇団の雑記客本家であると同時に俳優であり、 自分の劇団の共同株主でもあった、シェイクスピアなどは、事情が若干異なる。専業劇作家という職業は、骨の折れる仕事であり、決して儲かるものではなかった。フィリップ・ヘンズローの日記、当時の劇団の事情を知る重要な資料として知られる、の記述によれば、1600年頃に、ヘンズローは、戯曲1本につき6ポンドか7ポンド程度しか、支払っていない。 これは最低限の報酬であったと推測されるが、最も優秀な劇作家でもこれを大きく超える額を要求できたわではない。一人の劇作家が単独で執筆した場合、一年に書き上げられる劇曲は多くて日本であった。1630年代にリチャード・ブルームは一年に三本の劇曲を提供するという契約をソールズベリ講座と結んでいるが、結局この仕事量は履行不可能であった。 シェイクスピアの場合も20年以上にわたる執筆活動を通じて生み出した単独作品は40本に満たない。シェイクスピアが経済的に成功し得たのは俳優でもあったことに加え自分の劇団及び劇団の使用していた劇場の株主としての収入があったためで作家としての原稿料だけでここをしのいでいたのではないことに注意する必要がある。ベン・ジョンソンの場合は 大衆演劇よりも、むしろ宮廷での仮面劇の作家となったことに加え、当時の社会的、経済的生活において重要となるパトロンを得る、駆け引きの際にたけていたことが成功の要因として挙げられる。純粋に劇作家としてのみ活動していた人々は、彼らほどの収入を得ることができなかった。ジョージュ・ピールや、ロバート・グリーンといった初期の作家や、ブルームや、 フィリップ・マシンジャーといった後期の作家はいずれも経済的には不安定で苦難と貧困に満ちた生涯を送っている。脚本を生み出す上でのこうした限界に対処するため劇作家たちは2人から4人、場合によっては5人でチームを組んで執筆に当たった。そのためこの時代の戯曲は多くが複数の作家による合作であり、 ジョンソンやシークスピアのように合作を避けて、おおむね単独で執筆した作家は、例外的な存在である。共同で作品を書くということは、原稿量も分割するということを意味する。しかし、それでも合作をする方が、一般的であったということは、そうするだけの価値があったということである。トマス・デッカーに至っては、現存しているだけで70以上ある作品のうち、 およそ50編が合作である。1598年の1年間に、デッカーは工業主、フィリップ・ヘンズ・ローのために16編もの合作を行い、30ポンド、1週間に換算すると12シリング弱を得ている。当時の平均的な職人の日給が1シリングであったことを考えると、2倍近い収入だったことになる。 トマス・ヘイウッドが全部書いたか少なくとも手を加えた作品が220編に上ると万年に豪語していることはよく知られている。現存しているのは1割程度。単独作家の場合、一つの擬曲を仕上げるのに数ヶ月を要したジョンソンはボルポーネをわずか5週間で執筆したとも言われるが、一方、ヘンズローの日記によれば4人の意思5人の作家による共作ならば、 戯曲一本に要する時間は二週間弱である。しかし明らかに、ヘンズローを抱えの作家チーム、アンソニー・マンデー、ロバート・ウィルソン、リチャード・ハーサウェイ、ヘンリー・チェトルほか、若き日のジョン・ウェブスターを含むこともあるは、きちんと企画を推進する傍らで、とても舞台には乗せられないような失敗作も、生み出していた、この時代の合作に関する、現代人の理解は、失敗作がむね、 跡形もなく消え去ってしまったために、現存する、成功作からのみ推測されるためバイアスがかかりがちで、ある。例外的な作品としては、サートマスモアがある。当時勢力を拡大しつつあった、新京都は劇場に対して敵意を抱いていた。新京都が劇場を罪深いものと非難したことには、いくつかの理由がある。最も一般的に指摘される理由は、 女性の役を演じるために若い男性が女装するのを盗作的とみなしたというものである。また、公設劇場は一般市民向けに設立されたことから建設場所が売春宿の密集地や犯罪手発地帯の近辺であることが多かったため、劇場も犯罪の温床であると決めつけられたことも大きな理由である。新京都革命とこれに誘発された。 イングランド内戦が勃発して間もない頃、ロンドン市内の統治権を掌握した、議会内の新京都は、1642年9月2日に、すべての劇場の閉鎖を命じた。これには常実のような倫理的口実のほかに、これらの劇場で、しばしば上演されていた、新京都を批判する内容の風刺劇を弾圧するという政治的な理由も加わっていた。 当局の目を逃れて密かに上演を続ける者もいたが、上演者は投獄するという精霊が発布されるに至り、イギリスルネサンス演劇は実質的に息の根を止められた。1660年の王政復古とともに、劇場は活動を再開した。その間、多くの劇作家たちは国王チャールズ二世とともにフランスへ亡命し、 ルイ十四世一家の華やかな演劇活動に触れ、特に悲劇の分野は大きな影響を受けていた。王政復古時代の観客は、モリエールの作品のような完結で洗練された、悲劇にはさほど関心を持たず、行々しく波乱万丈で作奏した筋とスピード感に、いつた悲劇を好んでいた。そのため、王政復古時代の悲劇には、多くの場面、大勢の登場人物、ごったにの様式、 つまりは三致の法則の無視といった、エリザベス朝時代の特色が残存することとな。ルネサンス期の古典作品は、王政復古期の主要レパートリーとなったが、悲劇作品の多くは、時代の風潮に合わせた脚色がなされた。この時代の儀曲には、大きく分けて、刺激、悲劇、喜劇という三つのジャンルがある。刺激とは、イギリスやヨーロッパ諸国の歴史を題材とした、 戯曲である。リチャード3世やヘンリー5世など歴代国王の生涯を描いたシェイクスピアの刺激が代表的な作品である。他の劇作家の作品としてはクリストファー・マーローのエドワード2世やジョージ・ピールのエドワード1世がこのカテゴリーに含まれる。悲劇も一般受けの良いジャンルであった。中でもマーローの悲劇作品ホースタス博士や マルタ島のユダヤ人は非常に人気があった。観客が特に好んだのはトマス・キッドのスペインの悲劇のような復讐劇であった。ジョン・ウェブスターのマルフィ公爵夫人に至っては前編これチミドロの三劇のオンパレードである。喜劇も一般的だったジャンルである。この時期に発達したサブジャンルとして市民喜劇、都市喜劇ともがある。これは ローマの新喜劇に習って、ロンドンの市民生活を風刺的に描いたものでや、トマス・デッカーの靴屋の祭日や、トマス・ミドルトンのが例として挙げられる。これらの儀曲が発展してゆく中で時代に取り残される形にはなったが、巻き歌劇ザ・フェイス・フル・シェパードス1608年や、道徳劇フォープラス・イン・ワン1608年から1613年、 といった古い形式が影響を与えることもあった。また、仮面劇と同様、引き劇の新しい混合型サブジャンルが1610年代以降、ジェームズ長とチャールズ長を通じて開花した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。